はい、津田沼に到着しました。先ほどですね、電車遅延で、確定なら動くと勝手に思ったんですが、見事に総武快速線に抜かれていきました。大変ショックを受けております。津田沼ですね、ずっと来てみたかったところだったんですよね。なんですが、そんな時間はない、ゆっくりしている時間はないため、急いで行きます。今日はまだ1都3県もあるんですよ。ペリエがね、駅中施設があるんですよね。で、ここ抜けられるか。駅中はね、一回来たことあった気がします。ね、津田沼駅は本当ね、じっくり見たいんだけどね、もうそんな時間がないので、北口かな。いや、もう今も電車ノロノロ運転なんで、もう早く総武線内から抜けたいなと思っています。ということで北口にやってまいりました。北口には渋谷じゃない、津田沼パルコがあるようですね。いや、本当初めて降りたんだよね。津田沼ってね、単体で、各種単体で駅を設けてるということで、あそこか、糸魚川、ちょっと遠いな。まあいいや、行こう。イオンは？イオンってどこ？ちょっと、まずはパルコに寄って行きます。あ、すごい！八華堂とイオン並んであるんだ。これはありがたいね。で、ここは何かの駅、何の駅ですか？あの、京成線と新京成線があるんだよね。あ、書いてある書いてある。新京成電鉄津田沼、新津田沼駅。で、八華堂の隣はデッキがあって、ミーナ。ミーナ町田にもあるよね。これはあれだね。八華堂とイオンが並んでるのっていうのは、あの、神奈川の小渕とか大和とかみたいなシステムですね。で、もう一個京成電鉄があるはずなんですけど、どこにあるんだろう。絶対行きます。あ、もうで、まあいいや、とりあえず八華堂に行って用事を済ませてきます。すごい、新津田、JR 津田沼駅、津田沼駅って書いてある。町田もミーナの中から入れますもんね。さて、ではイオンモールに行きたいと思います。で、ここが新京成線の、新津田沼駅、言えてましたかの、改札ですね。新京成はあれだよね、あの、松戸駅から出てるやつですよね。なんで新京成なんだろうねって思いますよね。まあ、なんかあるんでしょうね。北総鉄道みたいなもんでしょ。違うか。でも安いよね、結構。あ、すごい、もう超近い、いいね。これもうさっきのミーナから出ればね、濡れずに行けますもんね。ということでイオンモール津田沼に入っていきたいと思います。はい、イオンモール完了しました。で、あれなんですね、新京成はここまでじゃなくて、次の京成津田沼駅までが新京成線なんですね。あの、カーブして入っていくんでしょ。うわ、線2つある。改札外にもあって、改札内にもありますね。
松戸行きと、京成津田沼行き、あと千葉中央行きとありますね。乗り入れするのか、やっぱりなんか線路つながってたっぽいからね。で下にもじゃあちょっとまっすぐ行ってみたいと思います。ちょっとね待てないよ。いや津田沼都会だね、最高じゃん。まっすぐに待って右にも印がありますね。多分これはあれだよね、すっごい橋なんだろうね。あ、この中から行くじゃん、こっち行くの多分この一帯か、この一帯がイオンとかも含めてなんでしょうか。なんかなんかテレビでやってるの見たことあるんだよね。めっちゃいい加減なことばっかり言ってます、ごめんなさい。ミーナからは入れない、入れるとかさっき言っちゃったよね。あ、あれこれまっすぐになってるよ。薄暗い階段で津田沼駅って書いてあるけど、ああこれを降りていけってことね。全然ホームないじゃん。ちょっと地上に行きましょう。全然中から入れるような書き方してたけど、あれ全然違うじゃん。町田のミーナは入れますよ。本当に荷物が重くてやばいんだよ。だったらこっからはちょっと遠いね、 JR さんね。黒ニンニクスタ丼、すごい美味しそうな名前ですね。でも私はもう食べてしまいましたっていうのと、入ってゆっくり食べてるような時間はありませんので、本当はイオンの中もじっくり見たいんですが、まあ別にじっくり見るほどのお目当てはありませんでしたが、とりあえず暑いよ、昼間暑い。さて、何線だっけ、総武線ちゃんと動いてくれてますでしょうか。いやここもなんかね、建物ケンタッキーに埋もれてる、楽天モバイル。ちょっと南口と京成津田沼駅は、次来た時にさせていただこうかなと思います。あそこあれですね、京成線の新京成線だね、踏切がありますね。今来るんでしょうね、ちょっと見てましょうか。右からの矢印が書いてあるんで、松戸方面に行く電車が来るんですね。ここがねすごいカーブがあるっていうので、なんかね取り上げられてましたけれども、乗ったことはありません。新京成自体乗ることないからね。ちょっとあっち行こうかな、こっち向いてる間に通っちゃったりしてね。あつい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 、
これね、なかなか通らないのが踏切だよね。車乗ってるとね、本当思うからね。音がする、音がする。はい、来ました、松戸行きの新京成線。一番邪魔なところに立ってるかもしれない。で、駅の上には特に何もないんだね。ペリエしか、なんか駅ビルドーンじゃないんだね。松戸とか柏は違うか。松戸とかそうだもんね、確か。違うか、あれ、なんかと勘違いしてる。あ、でも松戸はプラーレがね、あの向こう西口の方にありますけど。あ、なかなか疲れてますね。さて、あと3分もあるよ。ちょっとじゃあ疲れたので、バルコの中からエスカレーターを使って上がっていきたいと思います。